too. なんでこういうことになってるんだ。僕に授業なんて出なくていいの。これ社会の常ね。この人をやることやってるの。やってない。本当でしょ。俺は最近真面目に授業に出てるぞ。今お前らに付き合ってるだけだ。ひょっとしてお兄ちゃんたちと。バムザー。こいつはそうだけど俺は違う。余計なこと言わないよ。教育者の威厳が台無しだろ。教育のつもりだったのか。反面教師って知ってるだろ。僕はそれをやろうとしてるんだよ。 Whose ass is that? ちょっとかくれんぼしてたら時間を忘れてしまいまして。かくれんぼ？他にも誰かいるの？おい、岡崎、出てこいよ。最悪だ。あ、フック。ステッチ・デム・アップ。どうもこうも、こいつと二人でしょっぴかれて説教さ。僕一人だけ捕まるなんて公平だろ。ねえ、こういうのって男らしいの？反面教師としちゃ最高だと思うぞ。ボール。 連絡がつきましたよ。ゆうくんのお姉さんの居場所が分かったそうです。イエーイ。お姉さんもゆうくんに会いたがってるそうですよ。いつもみんなが集まるお店で待ってると言っています。ありがとう、ゆきねお姉ちゃん。僕らまでついていくことないじゃない。また喧嘩に巻き込まれたら嫌だ。その時はお前が何とかしてくれるんだろ。 なあ、カズトは兄貴。悪い奴らが出てきたらやっつけてよね、カズトさん。あんまり当てにされても困る。There's someone right there. Yeah, that guy. まあ、大丈夫です。皆さん優しい方たちばかりですから。よく考えたらさ、こりたら僕はゆきねちゃんの兄貴じゃないこと、バレちゃうよね。お前、今頃気がついたのかい。ゆきね、乗りかかった船だ。付き合い。こんにちは。ゆきね、久しぶりじゃん、ゆきね。待ってたぜ、ゆきね。皆さんもお元気そうで。あ、お姉ちゃん。ゆう。 She's gorgeous。お姉ちゃん、心配してたんだぞ。Oh my god、she looks like Urza Scarlet from Fairy Tales。その子が弟さん、可愛いじゃない。気の強そうないい面構えしてるじゃねえか。どうだ、再会を祝して一杯。ダメですよ、お酒は。冗談だよ、冗談。須藤さん、他の方と仲直りできたみたいですね。宮沢って本当人気があるんだな。 ゆきねは。わあ、イッツ・ザット・ガイ。怪我の手当てをしてくれるからな。喧嘩の時に世話になったやつが多いのさ。あんた、この間の。いや。あの時はろくに挨拶もできなくてすまなかった。いいえ、こちらこそです。そっちにも誰かいるのか。あ、いえ、名乗る者ものでは。 何してるの、カズトさん。ああ、ノー。なんだ。てめえ、我がゆきねの周りをうろうろしたんのか。その人、宮沢カズトさんじゃないの。ええ、嘘だったの。ほら、僕演劇部だからさ。 Yeah, excuses, excuses. Yeah,
ただじゃ済まねえところだぞ。まあまあ、弟も世話になったみたいだしさ、私たちに免じて許してあげてよ。兄ちゃんも反省してるよね。アリさん、アリさん、どこまでもついていきます。昨日帰りがけにユウくんから聞きました。 Maxwell getting so warm, it's unbelievable。 あまり良くないそうです。この間もお姉さんがお母さんと大喧嘩をして、それで家を出てしまったとか。ここにいる方たちの多くはご両親とうまくいってないんです。自分の家に居場所がない。 I think I might go up to episode 9 instead。 皆さんにとってはここが自分のお家のようなものなんですね。兄もそうです。あまり両親とは仲が良くありませんでしたから。前に言われたことがあるよ。家族のような存在があれば人は大きく道を踏み外さないって。 Whoa! そいつの家も両親の仲が悪くて。 Oh, look at her, she's jealous. その方は、 Oh, and she forgives him, that's so sweet. Karaoke! I wanna know what Nagisa sounds like when she sings. それは良かったです。 He must suck. お前、なかなか面白いやつだな。そうっすか。どうぞ。ああ、ありがとうございます。いいえ、あの、カズトさんは今日はいらっしゃらないんですか。兄ですか。カズトさんは今入院中なんだよ。仲間を助けて交通事故に遭っちまったんだ。交通事故に、この店もカズトさんがマスターに雇われてたんだが、今は俺たちの仲間が切り盛りしてるんだ。私も時々キッチンを手伝ってるんですよ。聞けば聞くほど素晴らしい人です、カズトさんって。そうさ、あの人のおかげで俺たちは道を踏み外さずに生きていけるんだ。写真とかないのか。どんな顔してるのか見てみたい。写真はありませんけど、皆さん私は兄に似てると言ってくださいます。お前が。はい。People say I look like my brother as well. 楽しかったですね。僕は寿命が縮んだけどね。もう喜べよ。大物気分を満喫できたんだから。宮沢和人だな。Oh no! スランを拝むことができた。退院したとは知らなかったぜ。Does no one know what he looks like? 誤解さ。待ってください。この人は。ゆきりさん。すまねえが止めても無駄だ。ユキエさんと女には怪我をさせるな。かかれ。まあ、次逃げろ。何してるんだ。最近この辺りは暴力沙汰が多いと聞いてな。うちの生徒が巻き込まれたら大変だから見回っていたんだ。お前たちこそなんでこんな連中と関わっているんだ。話せば長くなるんですけど。なんかえらい勘違いされちゃったんじゃないみたいだな。Wow. お前の兄さんはこうなってること知らないのか。病院にいても須藤たちを電話で説得するぐらいできるだろう。悪いことは言わない。馬鹿げた争いはやめて仲良くすることだ。は？カズトさんなら喧嘩を鎮めることができるんですよね。 A courageous battle, episode 8. All right, we're gonna watch the next episode. We're watching a lot of episodes today. I think I might have enough time to make it to episode 10.
And tomorrow I'm going to be a little like home alone kinda. So I'm gonna have loads of time. Like, gonna react to loads of episodes and I'll be as loud as I want. Yay! No, not really. Well, I said I might. You never know. Alright. Please leave a like, a comment, and subscribe. Sayonara, aishiteru.